はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の無理方程式の解の個数についてお送りします。で、今回この1問のみですね。なので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらって分かんなかったり、ちょっと不安な要素がね、残った場合は、自分の方がね、今から解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回問題はシンプルです。方程式。与えられているので、こいつが異なる2つの実数解、持つ時の K の範囲を求めなさいという問題です。で、このタイプの問題は他の、まあね、単元でも出てきますけど、基本的には、左辺のグラフと右辺のグラフの交点が2つあるとき、まあ異なる2つだけどね。っていうところを考えていくことが多いので、結局グラフ勝負していきます、ここは。だから、まずね、グラフ書いていきましょう。で、こいつは、x 辺マイナス1か。少しね、大きめに書きましょう。1問だけなんでね。右下がったかな。ちょっと下がったね。ま、許して。この y イコールルート x マイナス1は、マイナス1、ここをスタートにして、もともと y イコールルート x なんで、右上に上がります。で、本当はこんなにカーブしないんですけど、ちょっと説明上、グインってカーブさして。ちょっと待って、説明上でごめんね。まあ、こんな感じ。これが、左辺の y イコールルート x プラス1です。このグラフね。で、こいつに関しては、k が入ってないので、グラフは固定です。これでも決定ですよね。で、問題が右辺の方のこっち。つまり、y イコール x プラス k です。で、このグラフは1次関数ですよね。傾きは1です。だから右に、この1で上がっていくんですけど、切片が k なので、この k の値によって場所がずれます。だから、傾きは変わらないんですけど、ここだったり、下に下がったり、下がったり、下がったりっていう場所はわからないと。だから、例えば、k、切片が上の方に来ると、まあ、こんな直線になりますよね、きっと、こんな。まあ、ちょっと切りましたけど。で、こいつとこいつ、交点がない。交点がないってことは実数解なしですよね。0個っていう状態になるんですよ。で、まあ、こいつらがね、こう近づいて、まあ、降りてくればさ、いつかぶつかりますよね。交点ができてくる。で、最初に交点ができる場所っていうのは接するときです。まあ、こんな感じかな。これね、接するとき。これが最初に、ぶつかるとき。ただ、接するっていうのは重解なので、実数解は1個です。てか、まあ、異なるが入らないっていう。まあ、でも、ここがね、最初のキーポイントになります。で、こっから降りてきます、どんどん。例えば、ここに、降りてきたら、交点はこことここにできるんで、異なる2つの実数解ができてますよね。でも、いつか2つじゃなくなると。じゃあ、2つじゃなくなるのはいつかっていうと、それは、ここを通るときです、ここ。マイナス1。ここを通るときは、ちょっと線が被ってごめんね。このグラフはマイナス1も含んでるので、ここ交点として OK。で、もう一箇所、ここも OK なんで、交点2つできますよね。異なる2つの実数解はある状態です。ただし、このマイナス1を通るところよりも、ちょっとでも下に下がったら、こっちはぶつかりますけど、例えばちょっと、あえて広く書きますけど、ここぶつかってるんだけど、こっちぶつかんなくなるんですよ。だから、ポイントとしては、接するときと、マイナス1を通るときが端っこなの。K の範囲として。いいかな。だから、その2箇所を考えていきます。で、まず簡単な方はこっちです。マイナス1を通るとき。つまり、ここは、どうしようかな。グラフとしてこれで A ってやっていい？この途中式をね、書く意識があんまないんで、今回は。A のときです。で、これの考え方は、この直線がこの座標を通るって考えます。で、この直線っていうのは今 y イコール x プラス k ですよね。こいつがこの座標はマイナス1の0です。これを通る時なので、もう単純に代入します。マイナス1と0。そしたら、k イコール1って速攻出るから。だからこれが1個の端っこなの。K の範囲のこっちかこっちかっていう。まあ、結局こっちになるんだけど、下の部分だからね。で、もう一個がこの接するとき。これ B にしましょうか。で、こっちがちょっとめんどくさいです。接するとき。
で、接するときっていうのは、まあ、慣れてる方はね、こんな途中の考え方わかんなかったらやんなくてもいいと思うんですけど、結局、y イコールルート x プラス1っていう関数、まあ、グラフと、y イコール x プラス k っていうこの2つのグラフが接するときっていうのは、連立方程式してはですね、式をつなげて、それの判別式を考えますよね。これは前にも出てきてると。だから、元々のこの式あるじゃないですか。これをまずまとめます。イコール0に持っていく。で、ルートが邪魔なんで、両辺2乗します。そうすると、x プラス1、で、右辺が2乗すると、x2 乗、プラス 2kx プラス k の2乗となります。で、これまとめましょう。そうすると、まあ、全部右辺持っていこうか。2乗はこれだけなんですが、x くっついてるのが2個できるので、くくります。2K で持ってくればマイナス1ですね。こうなる。で、最後の部分も K の2乗マイナス1イコール0とこうなります。これまとめただけです。2乗してからね。で、これの判別式考えていきます。D ですね。で、今回4分の D 使えないので、D イコール、B2 乗マイナス 4AC です。B はここね。2K マイナス1。B2 乗なんで、ごめん暗算するよ先に。展開すると B の2乗が 4K2 乗マイナス 4K プラス1です。 B の2乗マイナス 4AC マイナス 4×1 ×こいつ、つまりマイナス4をこいつに配るって考えればいいからこうなります。これが今 B2 乗マイナス 4AC で、まあ 4K2 乗消えてくれるんでね、これ結構やりやすいんですけど、まとめると、マイナス 4K プラス5とD はこうなります。で、接するときっていうのは判別式イコール0です。つまり D が0になるときがこの B、接するときになるので、ちょっとこっち行くよ。D イコール0より、これ、ね、イコール0で解けば、K イコール4分の5とこうなります。これで端っこの数字、K が1と4分の5、つまり、A は下の段階、これより下に行っちゃいけないから下のギリギリのラインが K が1なので、接するときがここですよね、4分の5のとき、これ以上上に行っちゃうとくっつかなくなっちゃうからダメ。ただ上のギリギリはここになります。だから使う数字としては答え K の答えは下が1です。で、上が4分の5、こうなります。で、あとはここが小なりなのか小なりイコールなのかって、そこだけ気をつけるのは。で、結論から言うと、こっち1の方は小なりイコールが入ります。でも、こっちは小なりのみです。で、これで答えと。いう風になるんですが、なぜかというと、まず1の方からチェックしましょう。これさっきの説明でも言ったように、1の時ってこの A の時ね。これは、マイナス 1? ここを通る時、つまりこれが1なんですよ、切片が。この時って、マイナス1になっても、交点2個持ってるから、ここ含んで OK なんですよ。1になっても異なる2つの解持ってるから。だから1になっても OK なの、イコールで。でも、こっち4分の5ってここね。これは接するときなんですけど、ここは接するだと、異なる2つの実数解持ってないんです。10解だから1個しかない。でも、4分の5よりちょっと下がってくれれば、絶対2個交点があるはずなの。接するところから下がってるからね。だから、接するときはイコールは入れちゃダメだよって、異なる二つになってないから。ということで、こっち側は小なりイコール。だけど、あっちは小なりになるという感じ。まあ、グラフから判断すればね、行くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。ではね、今回は一問のみだったんですが、この問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。切片が K になることによって、切片がずれます。だから例えば、切片がこの辺に来ると、まあ、こういう直線になる。そうすると、こいつとこいつ交点がないんで、実数解ないんですよ。0個になるっていう。で、こう下げていけば交点2個いつか持ちますよね。で、例えば、これもうちょっと曲げればよかったな。